お久しぶりです。今日はピーマンとパプリカの仏像をしました。で、通常は、一灯ライティングで光を回して優しい雰囲気で撮るんですが、今日はパプリカの力強さを出したくて、斜め上からタッチライトを一発入れました。本来ならばグリッドをつけて綺麗なスポット光にしたかったんですけども、ちょっと急ぎだったので、筆ペンを1枚かまして、厚紙でガムテープで貼って急遽作っちゃいました。これから3日間はピーマンとパプリカの料理になります。頑張って作るぞ。